Hey guys, I'm watching Attack on Titan Season 1, Episode 21. Oh, let's watch. シガオ市内のルートを探るために出発した調査兵団は、エレンと同じく人間が変化したと思われる女型の巨人と遭遇した。 I reckon it's Annie。 飛行士じゃない、巨人の体をまとった人間だ。 I suppose she's blonde and she's in the other bit。 まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。そう言ってたい。事件を再展開、カラネスクへ帰還せよ。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くには発想を飛躍させる必要がある。撤退ってことは作戦はうまくいったのか。だとすると今頃あの女型巨人の中にいた人間の正体が分かったかも。顔を拝みたいんだな。エレンが扉を塞ぐ時も放っておいた。おそらくそれどころではなくなったってことじゃないだろうか。それどころって、壁の破壊よりも重要視する何かだよ。あの時起こった想定外のこと。エレンの巨人化か。それ以外にないと思う。ってことは、つまりあの時あの場所でエレンの巨人化を見ていた者の誰か、そいつが巨人だ。ダンダンダン。グンタさん、全速力で本部に向かえ。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることができるかもしれん。There we go. It's going to this one. It's found Aaron. It's like, right. Transforming again. Oh my god. Now what are they going to do? Aaron. No. They're going to die for you. We're going to kill the Megatron. Eren, we're going to reach the base. Let's go.今回敵と対峙して感じたことだ。最善策にとどまっているようでは胴体敵を上回ることはできない。ごめんを。Yeah, good luck, guys. And now he's on his own.They took her eyes out. She's blind now. Oh my god, oh my god. 視力を奪った。少なくとも奴は1分間、暗黒の中、目の回復などさせるか。 Good plan, guys.腕上げてられなくなるほど削いでやる。肩周りの筋肉全部だ。落ちた。次は首だ。首を支える筋肉を削げば胸じが狙える。ちょっと待って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 、声掛けなしでいきなりあんな連携が取れるなんて。俺にもやっとわかった。Female Titan hasn't done that scream again。俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に至る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。すぐそのラジオ。No。
エルド！あ、いらんのじゃねえ、ちょっと待って、卵だよ、これまだ目が見えるわけがない。Oh, it's got one eye back. Somehow. 片目だけ優先して早く直した。Oh, そんなことができるなんて。ペトラ、早く体勢を直せ。ペトラ、早くしろ。God. Aaron, get the hell out of there. I knew it wasn't going to go to plan. Oi.死ね。You know she does that, innit? なぜだ。刃が通らねえ。You know that, don't you? She did that last episode. Aaron, you were already gonna go. You are totally unprotected. Kara!Oh dear. That would be right there. This is what the female type wants, isn't it?選択を間違えたから、俺が仲間を信じたいと思ったから、みんな死んだ。俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば。俺が、俺が選んだ。俺がした選択で、みんな死んだ。俺のせいで、みんなが。だけど、やっぱりお前が悪い。引きちぎってやる。この手が治ったら。
head off. Yowza. You lost. And now she's got you. Oh, it's me.同じごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。No way, he can't be. I'm pretty sure he's not. Do you want to... エレンを返せ。目の前で女型の巨人にエレンを奪われたミカサは、人類最強の兵士リヴァイと共闘し、女型に戦いを挑む。That's going to be interesting. Shall we watch it now?